皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第40日目です。では問題を見ていきます。括弧1 ABCD 4人の生徒の身長を 150cm を基準に 150cm に高いものは正の数、低いものは負の数で表しました。この4人の身長の平均を求めましょう。こういう問題ですね。ここに表があって A がプラス9センチ、つまりこれプラス9というのは150センチより9センチ高いという意味ですね。つまり159センチなんですね。 B はマイナス4、これ4センチ低いんですね。146センチと。で同じように C がマイナス2、D がプラス5と、このようになっています。平均というのは全体を足してその人数で割る、という計算をします。やり方は2つあって、A が実際何センチか、ね、B が何センチかというのを求めてそれを合計して4人で割るという方法ですね。それからもう一つはここにある数字をそのまま使って計算する方法です。今回はそちらの方法で計算していきます。ここに4人が150センチよりそれぞれ何センチ高いか低いかというのを表にしてあるので、この数を合計して人数の4で割ります。9-4-2+5、これを人数の4で割ります。これ計算すると、プラスの8になりますね。8÷4 となるので答えは2です。ここで合計して人数の4で割ったこの数は何を表しているかというと、これ150センチより何センチ高いかまたは低いかという数がここに出てくるんですね。ここで正の数で2と出てきたので4人の身長平均すると150センチより2センチ高いということが分かったんです。ということは150+2、これが4人の身長の平均になります。答えは152センチメートルとこう出るわけです。括弧2番、次の計算をしましょう。3+7×-2÷2と、こういう計算ですね。まずこの累乗の部分と括弧の部分を先に計算します。3+7×8-9 は-1ですね。-1-2÷2。括弧の外に2乗ですから-2×-2を計算します。負の数を2回かけるので正の数になって 2×2 で4ですから -4、こうなりますね。と3 7×-1 は -7ですから -7-4 になります。負の項を先にまとめると 3-11、 正の項と負の項、負の項の絶対値の方が大きいので答えは負の数になって -数字を引き算して 11-3 は8ですから -8 というのがこの計算の答えになります。括弧3番、分配法則を利用して計算しましょう。こういう問題ですね。分配法則というのは、括弧があって、例えば丸足す四角括弧かける、三角とあった場合は、こう順番に丸かける三角足す四角、こっちにこうですね、かける三角と、ね、こういうふうになりました。今回はこの逆を計算します。共通している部分ですね、この三角の部分ね、ここの部分が何かと見ると 1.245 というのがここの三角の部分になりますよね。と丸と四角の部分は89と11になるので、括弧の中で89足す11括弧
かける1.245 とこう計算すると100かける1.245となるので124.5と、これが答えになりますね。これ小学校の時にも同じようなことをやっています、ね、これ掛け算の考え方で 1.245 が89個あって、それに 1.245 を11個分足すというね、 1.245 が89足す11、ここの部分になりますね、なって、かける 1.245 と、ね、中学校で勉強した分配法則と小学校の、計算の工夫、実は同じなんですね。次いきます。括弧4、次の計算をしましょう、ね、文字式の掛け算ですね。丸1、4かける A 引く3かける B かける B と、文字式ではかけるの記号、これ省略しますから 4×A は数字が前について 4A、 足し算引き算は省略できませんので、そのまま引く 3×B×B、 文字、数字の部分ですねが先に来て、文字は B が2回かけてあるので B が2乗と、 4A-3B2乗というのがこの答えになります。括弧5番です。文字式の除法、割り算ですね、割り算の表し方に従って表しましょうと、こういう問題です。実はこの表し方というのは小学校の時、割り算は分数に直せるというのを学習しています。例えば2÷5、これは5分の2と、このように表すことができますよというのを学習しています。これと同じことを文字式でもやりますね。割られる数は分子に、割る数は分母に行く、このルールです。丸1番、 x÷6、 割る数は6ですから6が分母で、割られる x が分子、答えは6分の x、 このように表すんですね。丸2、 a÷d、 文字同士でも同じです。割る数が分母で B 分の割られる数は A、 B 分の A が答えになります。丸3です。括弧 X プラス Y 括弧割る4、割る数は4、これ分母にきますよね、4分ので、割られる部分がこの括弧 X プラス Y の部分ですけれど、これ分子に乗るときには括弧を書きません、ね、この括弧を書かないということもここで覚えておいてください。4分の X プラス Y、 これが答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。